3年生の夏、私は家の事情である町へ転校しました。これからお話しするのは、その町で起きた数々の怪奇談です。町の名前は岸辺町。不思議な空気だな。なんか変な感じ。慣れるかな。不安だな。私の名前は立花桐江。今日から岸辺町の唯一の高校、岸辺高校へ通うことになりました。いけない、初日から遅刻しちゃう。足がもっと長ければ、コンパス聞いて早く走れるのにな。実は今日転校生が来る予定なんだけど、初日から遅刻みたいだね。うわっ！いきなり遅刻しちゃいました。あ、はい、おはようございます。じゃあ自己紹介してもらいましょうか。はい、はい、じゃあ自分で自己紹介して。はい、立花桐江です。今日はたまたま遅刻しちゃいました。どっから来たんだっけ。はい、名古屋の佐京山高校から来ました。名古屋といえば先生の愛人が住んでるんですよね。え？あ、はあ、そうなんですか。違うか。そしてクラスで一番最初に仲良くなったのが席の近かった宮下麻美でした。彼女の第一印象は綺麗でおとなしい子。彼女とは家の方角が同じだったので、毎日の登下校も自然と一緒になっていきました。だけど麻美との出会いが岸辺町での怪奇談の始まりでした。宮下さん、今度一緒に映画とか行かない？こういうの好きそうかなと思ってさ。いえ、私そういうの全然いいですから。あ、そうっすか。キリエちゃん、行こう。ねえ、あさみちゃん、あさみちゃんって結構モテるみたいだけど、彼氏とかいるの？ううん、さっきの男子も別にかっこ悪くないし、どちらかというとモテる人だよね。だけどあさみちゃんあんまり興味ない感じだし、だからもしかすると特別な人がいるのかなって思ったんだけど。ううん、別に考えてない。そっか、じゃあただ恋愛に興味がないんだね。うん、あさみちゃんポケッとしてるから変な人にさらわれたりしないでね。何それ。あさみと行動するようになって、だんだん彼女が天然キャラだってことが分かってきました。私はそんな彼女が少し心配でした。不思議ちゃんなだけにストーカーなどに狙われやすいんじゃないかなって。キリエちゃんは彼氏いるの？え？まあ一応少し気になる人はいるかな。小さい時からお兄ちゃんみたいに優しくしてくれた人がいて、家も隣同士だったし、本当のお兄ちゃんみたいでいつも頼ってばっかりいたな。でも去年就職しちゃって忙しくって、それに私も転校しちゃったし、
あんまり会えなくなっちゃった。だけど週末にね。ちゃんと一緒にいたはずなのに。キリエちゃんは彼氏いるの？キリエちゃんは彼氏いるの？キリエちゃんは彼氏いるの？いない。たった今の瞬間の出来事を何度も何度も思い出し振り返りました。だけど全く理解不明でした。なぜ消えたのか。もしかすると私は麻美ちゃんを無意識のうちに怒らせて、それで先に帰っちゃったとか、それともストーカーにさらわれてしまったとか。挙句の果て、麻美という少女は初めから存在していなかったのかも。そんなところまで考えました。でも結局わからぬままその日は帰宅しました。はい、坂上です。あ、もしもし、秀一くん、ちょっと聞いてほしいことがあるんだけど、今いい？なんだよ、週末に会えるんだからその時直接聞かせてよ。いや、だって今日話しておかないと眠れなくなりそうなんだもん。明日も朝早いけど、まあいいよ、話せよ。実は今日ねなんだ、そんなことか。よほど怖い消え方をしたんだな。そんなの勘違いに決まってるだろう。お前が自分の話に夢中になりすぎてただけだよ。心配だったらその子の家に電話したらいいじゃないか。俺にじゃなくて。そうだけど。明日学校へ行けばわかるだろう。でももし私が何か怒らせてそれで先に帰っちゃったんだったら気まずいじゃん。先に来るなんて、なんかの当番だったっけ？別に違うけど、まあたまには一人で来るのもいいなと思って。彼氏と喧嘩でもしたの？ううん、そんなことないよ。ごめんね、黙って先に来ちゃって。今日も一緒に帰ろうね。このところちゃんとノートに取るように。月曜の小テストに出すからね。あ、はい先生。問2が2つあります。あ、はい、ごめんごめん、問3だったね。結局昨日の帰りの出来事の真相は聞けないまま、
この日も一緒に帰ることになりました。数学の小テストは大丈夫そう？え？なんだっけ小テストって。あれ？聞いてなかったの？今度の月曜は小テストがあるよ。先生もちゃんとノートを取るようにって言ってたじゃない。嘘、全然聞いてなかった。あさみちゃんはちゃんとノート取ってた？うん、取ってたよ。あ、じゃあ写させてもらってもいい？あさみちゃん家とかでささっと写すから。はい。え？いいよ、貸してあげる。そんな、いいの？うん。土日に復習しなくて大丈夫？多分大丈夫。本当に？うん。すごい、綺麗に撮ってやるね。なるほどね。今日こんなことやってたんだ。家でゆっくりやりなよ。あ、そうだね、そうする。すごい綺麗なノートだからつい見入っちゃって。ありがとう。特に何も起こらず、麻美も消えることなく帰りました。今日は早く寝るか。いよいよ明日ね、秀一くんが来るの。そっか、明日お姉ちゃんの彼氏が来る日だ。別に彼氏じゃないよ。いいじゃん、照れなくたって。でも久しぶりに男の子が来るからたくさん夕飯作らないとね。そうね。その夜のことでした。キリエちゃん、キリエちゃん。あさみちゃん、ごめんね、夜分に。寝てた？うん、寝てた。何だった？やっぱりね、数学の復習しておこうと思って、貸したノート返してもらってもいいかなと思って。あ、ノートね。いいよ、ちゃんと教授に移したから返すね。ごめんね、急に思い立っちゃってね。思いついたら吉日って言うからね、夜だったけど一応聞いてみようと思って。あ、電話だとベルが鳴るから迷惑かなと思って直接来たの。まあ家も近いしね。でも本当しりちゃんだね、あさみちゃんは。夜に窓から放物って。だってチャイムを鳴らすのも家族のみんなに迷惑でしょ。だから窓から来たの。それもそうだね。じゃあ帰るね。ありがとう。バイバイ。こちらこそありがとう。また学校でね。窓閉めなきゃ。